曹操は長安より救い出した帝を自らの本拠巨匠へと迎え入れた。歴史ある漢王朝の帝をいた。劉備殿は乱世を憂う仁義の人だと公孫さん殿はおっしゃっていた。そして自分が信頼している数少ない男だと。劉備殿をお支えする、それが公孫さん殿の意志、そして私の志を果たす唯一の道。長雲、あざ名は紫竜、定山出身で忠義に厚い若武者である。主君の公孫さんが袁紹に敗れたことで仕えるべき主を失う。趙雲は公孫さんの父であった劉備を頼るべくその行方を追った。劉備殿は曹操に敗れ袁紹のもとに下ったと聞いているが、果たして会うことはできるだろうか。袁紹殿、敗軍の将たる私を受け入れている。もしやそなたは公孫さん殿のもと。おい、目の前。あ、私はそれでもついてくるという。はっ。やはり。何？あち、園長。私は袁紹殿の元を離れ己の道を進む。巨匠で雲長と落ち合った後、慶州を目指す。
宅の際馬がご入り用で、またお待ちしてます。いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。へい、いらっしゃい。毎度どうも。決して何者にも抜かせはせぬぞ。この地を守るのが我が使命。劉備軍などに遅れを取るものか。
ことなどできぬ。敵将討ち取ったり、敗死のため戦い抜く。その勢い誰にも止められますまい。いざ兄者の待つ巨匠へと向かわん。あのヒゲ、やつは曹操軍の客将関羽か。俺は大物の首を上げる好機と見える。関羽で姿をくらました劉備の一味もおる。俺は手柄がよりどりみどりというものよ。将軍に見つかりやしたぜ。さっさと倒して劉備殿と合流しましょう。功を焦って命を落とすは愚策。ここは引いておこう。おお、兄者、関雲長、今戻り申した。雲長、よく戻ってきてくれた。お互い無事で再会できたこと嬉しく思う。皆さんの喜び、私に劉備殿、本当に分かった。これで炎将軍の者は打ち払えたか。先はまだ長い、急ぐとしよう。敗死のため戦い抜く。おお、よくやってくれた。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。私が敵となり貴様らを止める。覚悟してもらおう。私を破るは席を破ると同じこと。もはやここは貴様らを止められん。
敵将討ち取ったり、廃止のため戦い抜く。自分が盾となり抜かせはせん。何の構えでは止められぬく、ならば兵器の投入も辞すまい。
りは性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。ここを死守する。皆一丸となって鉄壁の要塞と化すのだ。超支流、はい、超
性に合わねえんだな。やるからには絶対に抜かせねえ。敵を押し込むぞ。続け。さて進むとすっか。敵に出くわしたら残らずぶっ飛ばせ。なんという記録。では貴公らを止められぬか。廃止の戦い抜く。いいぞ、その調子だぜ。来訪者が来よったわ。どれ、一つ追い払うとしよう。超支流本作部隊、火警の準備をせよ。多少関所が燃えても構わん。奴らを止めねば。セリア、
果たすことができぬと。敵将討ち取ったり、廃止のため戦い抜く。守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。どこへ行く気だ。これ以上は進ませるぞ。としても奴らを止めるのだ。皆に面目が立たぬ。敵将討ち取ったり、廃止のため戦い抜く。いいぞ、その調子だぜ。おお、よくやってくれた。曹操軍に追われてるらしい。奴の女房でもさらえば大金になりそうだぜ。女を狙う？お前本気で言ってんのか。俺は嫌だね。そこまで誇りを捨てたかね。てめえ、俺に逆らうってか。だったらまずてめえから語っててやる。
超支流ファイト。野郎ども出てこい。ここでこいつらを挟み撃ちにするぞ。よっしゃ、獲物が来やがった。お頭、挟み撃ち始めますぜ。強えじゃねえかよ。野郎ども、ここは逃げろ。あんた、手伝ってくれてありがとうな。いい機会だから、これで賊からは足を洗うよ。これからは誇りを持てる道を進みたい。噂に聞く関羽と共に戦えたら最高だな。廃止のため戦い抜く。相変わらず半端ねえな、将軍殿。いろんな意味で震えが来るぜ。よし、成功したぞ。その勢い、誰にも止め。お前に恨みはねえが、身ぐるみ置いてけ。えい、邪魔だ。私はカポートン殿のもとへ急がねばならんのだ。ファイト。この強さ、その姿、まさか長領か。わ、悪かった。これをやるから許してくれ。いや、今は言うまい。先ほどの女性、心から感謝する。私は曹操殿の言伝を加工トン殿に届けねば。先を急ぐため、これにて失礼つかまつる。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。廃止のため戦い抜く。関羽の追撃をやめ帰還せよとのことだ。
やつをこのまま逃がせだと。どこまで甘いのだ猛徳よ。貴様らを生かせれば猛徳の災いとなり、虚しくここで散ってもらおう。ここをしのげば曹操軍の包囲を抜ける。皆で慶州へとたどり着くのだ。守りは我らが受け持とう。決して何者にも抜かせはせぬぞ。これでもう曹操の追撃はあるまい。みんなよくやってくれた。雲長、よくぞよくぞ生きていてくれた。兄者、ご心配を。しかしお目もついてねえな。兄者に仕えたと思ったらいきなり流浪、そんで次は居候だ。俺らはおめえが来てくれてよかったと思ってるけどよ、おめえは後悔してねえのか。ええ、むしろ満足しています。劉備殿は噂通りの仁義のお人でした。その方に仕えられるのであればどんな境遇でも幸せです。おめえも変わってんな。ま、俺が言えた義理じゃねえか。
曹操軍は関東で袁紹軍を破った。袁家は勢いを失い、やがて劉備殿、曹操軍に動きありとの報告が入りました。兄者、やつはこの…ああ、私のせいで助手を方法の手で追われた私だ。この深夜を守ることも難…なんだい。劉備殿、かなわぬと決めつける前にできる限りのこと…だが、民が…ついに曹操の乱世が始まったか。ちょいとひとっ走りして見てきましたが、とんでもねえ大軍でしたぜ。趙雲殿より恐ろし、いや、なんでも。周曹、まだ趙雲殿が苦手なのか。それはさておき、曹操軍は見たこともない陣を敷いていると聞いたぞ。状況は伝わっているか。劉備殿を討つこと、それも曹操の狙いだ。そうでなければ八門金鎖のような手間をかけた。見たことがない顔だな。何者だ。俺は徐玄直、成り行きで軍師として劉備殿に力を貸すことになった。劉備殿、こんな怪しい奴を信じちまったのかい。劉備殿らしいといえばそうだが、二人とも私も同感だ。だが疑ってばかりでは今の状況はだできない。徐玄直と言ったか。お前が劉備殿に力を貸すといい、劉備殿が信じるというなら私はお前に協力しよう。それは助かります。劉備殿のため必ずあの陣を破ってみせますよ。みんな、助手の指示に従え。力を合わせ曹陣を撃退する。八門金鎖の攻略は一筋縄ではいきません。俺の指示をよく聞いていてください。